おはようございます。マジュメゾン今週のラッキーフォーチュン占いをお届けいたします。この番組は占い館マジュメゾン川越サロン所属占い師の相川千景がパーソナリティを担当しています。心がウキウキワクワク、今週も頑張るぞと思えるような明るい占いをお届けいたします。ぜひ毎週月曜日朝8時からの放送をお楽しみください。ラジオ放送と同時に FM ルピタスの YouTube チャンネルからも同時に配信されています。出勤途中の電車の中からも楽しめますので、ぜひお楽しみください。今週はウェイド・スミス版タロットを使って皆様の運勢を出してみました。タロットとは偶然引いたカードから答えを導く占いです。引いたカードは神聖なエネルギーが働き、様々な気づきをもたらし、人生を導いてくれるものです。それではお待たせいたしました。1月生まれさん、カップの3が出ました。これまでの努力が報われ、思った以上の評価を得られる時です。仕事運は仲間うちで一丸となって取り組むことで良い結果を生み出します。お疲れ様会をして成果を分かち合うと、今後の仕事も円滑に進むでしょう。お相手募集中の人はアプリよりも飲み会や合コンに積極的に参加すると良い出会いがありそうです。2月生まれさん、カップのキングが逆位置で出ました。理想を掲げるよりも現実的に動きたい時です。仕事は計画を立てることに時間をかけてしまい、実行ができていないようです。完璧を求めるよりも、今ある状況の中で行動を起こしていきましょう。転職を考えている人は、今の仕事の辛い面ばかりに目が向きがちになっています。転職するメリット、デメリットについてもう少し時間をかけて考えてみてください。3月生まれさん、カップの9が出ました。好調な1週間です。プライベートなを大事にしたい時で、自分らしい楽しい時を過ごすことで運行運を引き寄せます。仕事運は仕事ぶりが評価され、収入アップにつながる可能性があります。自信ある生き生きとした言動を心がけることでチャンスが広がるでしょう。恋愛運は条件よりもまず自分が好きと思える人が相性が良い人です。4月生まれさん、ペンタクルのナイトが逆位置で出ました。自分を高めることに注力したい時です。仕事運は停滞気味、無駄な時間を過ごしてしまいがちです。今一度目指しているところはどこにあるのかを自分に問いかけてみてください。自分に活を入れることで本来の持ち味を発揮できることでしょう。恋愛運はマンネリムードのようです。ファッションセンスを磨いたり、会話の引き出しが増えるような努力をしてみてください。5月前さん、カップの5は逆位置で出ました。新たな希望が湧いてくる時です。悩まされていたことが解決して、明るい気持ちが持てるでしょう。仕事面では新しいチャンスが巡ってきそうです。過去の失敗を分析してプラスに変えることが成績アップの秘訣です。恋愛運は不倫に悩んでいる人は状況が好転する兆しです。一度こじれてしまった関係でも自然に修復できるかもしれません。6月生まれさん、恋人が逆位置で出ました。気持ちが散漫になりがちな時です。仕事運は感覚が鈍り、判断ミスをしたりチャンスを逃してしまうかもしれません。またライバルが現れて焦りを感じてしまうこともありそうです。今週は大きな決断をすることは控えて、地道にコツコツ取り組みましょう。恋愛運は気持ちがすれ違いやすい時、ギクシャクした関係にならないために誠実な言葉がけを意識してみてください。7月生まれさん、吊るし人が出ました。スムーズに物事が運ばなくてイライラする1週間になるかもしれません。思う通りにいかないことから逃げようとするとかえって苦しくなります。今頑張っておくと来週以降の結果につながりますから、真正面から向き合ってみてください。恋愛運は片思い中の人は今は待つ時です。本当に相手に強い思いを持っているならば、思い続けることで良い形のご縁がつながる可能性があります。8月生まれさん、ワンドナーが出ました。自分の信念を大切にしたい時です。仕事は周りから反対意見があっても、自分の考えを主張して堂々と臨むことで良い結果につながります。些細なことは気にせず、何事も果敢にトライしてみましょう。恋愛は積極的なアプローチが効果的です。片思い中の人は失恋を恐れずに告白すると、運気が味方してくれる予感がします。9月生まれさん、ソードのキングが出ました。運気の好調さを感じられる1週間です。仕事運は実力を認められ評価される時期、上司や同僚にやってみたらと言われたら
迷わずに引き受けましょう。あなたの交渉力や指導力を生かして活躍できるチャンスです。恋愛運は悩みを相談するような異性の友人と恋愛に発展する可能性があります。10月生まれさん、ソードの9が逆位置出ました。悩まされていたことが解決して明るい気持ちが持てそうです。仕事運は達成できないように思えた目標も努力が報われて道筋が見えてくる時です。転職を考えている人は過去の失敗にとらわれすぎないで自分のやりたい仕事を求めていきましょう。対人運は職場の人間関係に悩んでた人は積極的に関わることで良い関係に変わる糸口を見つけることができそうです。11月生まれさん、カップの10が出ました。好調な1週間です。仕事運は取り掛かっている仕事が好成績を残すことができそうです。頑張ってきたことに対するご褒美をもらえたような満足感で満たされることでしょう。転職を考えている人は行動を起こすと良い時です。恋愛運はお相手と同じ方向を向いて同じ気持ちを共有する喜びが持てることでしょう。結婚を考えている人は具体的な行動を起こすことを考えてみてください。12月生まれさん、節制が逆位置で出ました。気持ちに柔軟さを持つことを意識したい時です。仕事運は周りの意見を取り入れずに自分の考えに固執すると損をします。自分とは違うものを取り入れ上手に組み合わせることで成績は見違えるほどアップすることでしょう。恋愛運は相手に嫌われることを恐れて恋愛を楽しめなくなっているようです。もっと気楽な気持ちでお相手と向き合った方が関係が良くなります。はい、いかがでしたでしょうか。占いは運気の水先案内人です。運勢が良かったかも方もそうでなかった方もぜひ参考に元気に過ごしてくださると嬉しいです。この番組でお届けするメッセージはあなたが生き生きと幸せに過ごすためのもの。来週もこの時間は相川千景が心を込めて皆様にお届けします。ぜひお楽しみに。相川千景は占い方マジブゾンで対面鑑定、電話鑑定、オンライン鑑定をしています。メインとなる占いは三名学西洋占星術タロット、手相ウイチンタロットです。どちらの職場に転職したら良さそう、出会いはいつ、あの人の気持ちはなど、どんなお悩みでも親身になってお聞きし、あなたとお話しながら今後どう動けばいいかを一緒に探っていきます。周りに悩みをなかなか相談できない方はどうぞお気軽にいらっしゃいください。毎週日曜日は川越サロン、そして不定期になりますが金曜日は声優ライス店に出演しております。川越サロンの場所は西武新宿線本川越駅から徒歩4分、県民共済新宿のお店の2階にあります。ご予約優先となっていますので、詳しくはマジブドの店舗サイト、相川千景のブログ、インスタグラムをチェックしてくださると嬉しいです。そしてこの番組の X アカウントがあります。マズメゾン今週のラッキーフォーチューン欄のアカウントは@川越メゾン FM、 ぜひフォローをお願いいたします。そろそろ終わり時間が近づいてまいりました。今週の運勢をお届けいたしましたのは相川千景でした。それでは皆様、来週もこの時間をお楽しみに。素敵な1週間をお過ごしください。今週も気をつけていってらっしゃい。ドリーム放送局 FM ルピナスをご覧の皆様、いつもご視聴ありがとうございます。 FM ルピナスの各番組ではスポンサーを募集しております。ぜひ概要欄のスポンサー枠購入ページをご覧ください。もしくは公式メールアドレス info@fmlupinas.com までお問い合わせください。楽しい番組をお届けするため応援してくださる方をたくさん募集していますので、よろしくお願いいたします。